はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。グランド型譜面台ですね。今あの演習でですね、外付け譜面台というのを普通のピアノにですね、付けるのがバカ売れしてますけど、もう1ロット目が売り切れになったのかな、あの、小さい方かな大きい方かな、どっちかでしたね、なりましたけども、まあ、それぐらいあのやっぱり譜面台の位置を高くしたいという方が多いんですが、もともと河合の US シリーズっていうのは譜面台がグランドと同じ目の位置にあるやつなんですね。その US シリーズの中で当時ですね、 US50、60、70、80と4種類あったんです、その形の中で。その中でマグレードが松茸梅というのがあったんですが、これね、US60 というモデルですね。これあの下取りで入ってきたピアノでね、まあ結構ハイレベルな方が使ってたもので、すごい状態がいいですね。大事に大事に使ってられたみたいで、傷はほぼないですね。すごい綺麗ですね。で、この US60 というモデルはあの特徴を言いますと、当時まだあの河合の社員でしたから、私ですね、これ、たくさん調律してきましたけど、 US60 製造番号が1544455なんですが、内藤がついてるね、内藤の取り付けをしている、方ですが、US50 と60と一体何が違って、一番売れたのが US50 なんですね。一番安い当時のやつなんですが、河合の社員の時に、まあ、上司に教えてもらったのが、これはね、G カーブ響板って言って、グランドピアノみたいに、ここ見てください。こうやってカーブしてるでしょ。こういうね、やっぱり音の伝導をですね、グランドピアノみたいにするように、ここをね、普通まっすぐなんですが、こうやってカーブをしているという。これが一番の特徴なんだって、ここもちょっとカーブしてるでしょ、シューッとね。G カーブ響板という形をとっている、これが US50 と60の、まあ、差だということですね。まあ、それで音がどれぐらい変わるかはちょっとわからないんですが、まあ、そういう、まあ、凝った作りがしてあるっていうのが US の60ですね。さあ、じゃあこれをですね、音を聞いてもらいたいと思いますが、まあ、このピアノの一番の特徴、まあ、河合はですね、重低音ですよね、やっぱりね。知ってます？ラフマニノフのね、いきなりポピュラーになりましたけど、綺麗、すごい伸びる。すごい綺麗、音です。ですね。で、内トーンがついてるので、内トーンでやっています。こんだけ小さくなったら近所に絶対聞こえへんわ。やっぱりすごい発明ですね、ナイトンはね。まあ、これがもともとついてるっていう意味ではラッキーだと思いますね。まあ、小さい音です。本当本人しか聞こえないぐらいかすかな音になりますけどね。この US60 ナイトン付きです。はい、ご希望の方はお知らせください。それではさよなら。